はい皆さんこんばんはただいま、えー、日本シリーズ第5戦が、えー、終了しましたタイガースにとっては見事、えー、大逆転勝利で、えー、日本一に向けて大手がかかりましたでももうまあ森下選手でしょうね今日はルーキーが見事に大逆転打を打って でタイガースが勝ったという試合ですもういろいろとまたポイントがね今日もたくさんありますんで最初から、えー、初回からまた振り返ってみましょう、えーとね、そこにまあスコアが出てると思いますのでちょっとイメージしながら、えー、聞いていただけたらなと思います、えー、まずは両先発ピッチャー大竹投手そして田島投手という両左腕での先発になりました、えー、まず1回の表ね、えー、大竹投手が三者凡退で、えー、抑えます いつもの印象に比べてストレートがすごく多めだなっていう、まあ、インサイドのストレートっていうところが結構多めだなっていう、えー、初回のピッチングでした対する田島投手ですけどもやや緊張感があ,ありましたけどもいいボールはいってたなというところで立ち上がっていったんですが、えー、先頭、えー、近本選手にライト前ヒットで中野選手がバント成功したんですが田島投手が そのバント処理にもたつきましてまあ、エラーがつきますノアと一塁二塁で森下選手が止めたバットに当たったおかげでまあ、セカンドゴロになってセカンドで一つだけアウトを取ったと でワンアウト一塁三塁で大山選手という場面でライトにフ、ね、ファールフライが飛ぶんですよねで森選,手ライト森選手が懸命に追いかけてスライディングキャッチを試みたんですが、まあ、間一発取れずちょっと、まあ、補給ミスというか1、えー、回グローブに入ったんですけども、えー、取り損ないましてファールと、えー、なりましてスリーボールツーストライクから、えー、大山選手が三振したんですね。 そ,そ,そこでまあランエンドヒットがかかってた一塁ランナー森下選手がセカンドで盗塁セーフという判定に対して中島監督のリクエストがありました結果的に、えー、タッチアウトということでで三振月通になったんですね、えー、これでもしもまあ森選手が補給してたら、えー、タイガース先制というところで、えー、試合がスタートしていったんですが結果的に、えー、タイガースは0点に、えー、抑えられるという1回の表裏でした。 2回ですねトング選手がヒットで出塁先頭バッター出ました続く杉本選手が三振でゴンザレス選手がレフトへヒットワンアウト一塁二塁でクレイス選手がライトフライ若月選手三振というところで両チーム得点圏に進めながら得点できないという序盤ですね2回ワンアウトからサトテル選手が左中間へ二塁打坂本選手センターフライ サトテルが三塁に進塁しました。そして木南選手が進国経験で大竹選手が三死と。 いう3回ですね田島選手がピッチャーゴロを取ってワンアウトになったところで投投手手大竹投手が、ね、ペースアップしますテンポが速くすごく速くなりだしたんですけどもそこでまあ広岡選手がね打席でこの打席の中で2回目のちょっとこう大竹投手と間合いが、ね、合わなくて。 広岡選手が球審にタイムを取ったところで岡田監督がちょっとこうベンチの前まで出てきてね注文を出したっていうシーンがあったありました。えー、この回は、えー、結果的にまあその後のね宗選手がセンターへヒット森選手三振というところでジョバンニイニングをね大竹投手が無失点という。 いう立ち上がりでしたが、まあ、いつものね、えー、どうでしょう。日本シリーズの当番というところで、緊張感はあったと思うんですけども、いつも通りか、いつも以上の立ち上がりの内容だったな。特に、まあえー、右バッターへのインサイドというところが、結構多めだな、という印象でした。三、え、回、ー、の裏です。ワンナウトから中野選手がヒット、もう森下選手が六四三のね、ゲッツー打ってしまって。 だというところで、えこちらも田島投手もね落ち着いて三回三十七球で乗り切ってるんですよね、三アンダー二三振っていうところで田島投手も落ち着きが出てきたなという三回の表裏です。そして四回ですねワンナウトから杉本選手の一二塁間の打球を中野選手がファインプレーします。ここでまああのポンポンとねツーアウトを取ってエンジンがかかってきたかなっていう大竹投手に対して序盤からインサイド多めだったその。 イインサイドをゴンザレス選手がね、えー、右打席からレフトスタンドへホームランとある程度こう狙いを定めてたんじゃないかなというような見事なホームランで、えー、オリックスが先制しますそして1対0で試合は4回ぐらいいくんですけども先頭の大山選手へねこの日最速の150キロの田島投手のストレートでバットがもう真っ二つに折れました、えー、そしてノイジー,、えーセンターフライサトテル三振というところで、えー、点を取っ,た取ってもらった後のイニングをね えー、ギアを上げるというあたりはさすがだなという投球、えー、でしたね、えー、先制した後のね456番の攻撃を三者凡退に切って完全にこうオリックスが主導権を握っていったなっていう立ち上がりです。5の表 田島投手がピッチャーへの内安打で出塁します。この日、二度目の先頭ですね。無視。一塁、ノーアウト、一塁で広岡選手がセンターフライ。ワンナウト、一塁から宗選手、三振、森選手、ツーアウトからショートライナーというところで、五回一失点で、大竹投手は五回を一失点で乗り切っております。攻撃したいタイガースは、ですね、先頭、五回の裏、先頭、坂本選手がレフトへヒット。 とえー、初回以来の、ね先,えー、先頭バッター出塁と木並選手がバント成功この時点で5回の裏でこの時点で得点圏に行くのがもう3回目なんですよねタイガース。ワンアウト2塁で大竹,選大竹投手に代打渡辺 えー、両選手が出てきます、えー、初球のツーシームをセカンドゴロツーアウトランナー三塁近本選手がチャンスで三振というところでなかなか高得点圏にランナーを進めながら得点ができなかったタイガース打線。 対しましてピンチになったらもううなりを上げるストレートをね投げ込んでる田島投手よく踏ん張ったなという5回の攻防でしたね前半のポイントですけどもやっぱり記録には現れないですけどもね1対0というところなんですが初回のワンナウト一塁三塁の大山選手の打球をね森選手が取っていればタイガース先制という中での試合の動き出しだったんですけども結果的には5回終わった時点で。 1>, 1対0オリックスリードという内容です6回からマウンドには西純也投手が上がるんですよね先頭のトング選手のあたりを木並選手がスーパープレイしますで、すぐに投げてね、ワンバウンド送球になったりちょっとこう嫌、えー、や,やなっていう送球やったんですけど大山選手が見事な、えー、補給で、えー プツーアウトから西純也の送球を大山選手がねちょっとこう低いボールだったんですけども補給ミスで嫌なランナーを出してツーアウトからねピンチ招くんですけども、えー、若槻選手を三振に取って西純也投手ガッツポーズ、えー、ド派手なガッツポーズでしたね。そしてロ 6回と3者凡体6回の裏三者凡退に抑えられて6回74球4安だとね田島投手も完全にこう自分のリズムで試合を進めていっております7回ですね7回の表そのまま西純也投手がね2イニング目のマウンドに上がるんですけども先頭の田島投手にファーボールを与えるんですよねノーアウト一塁になりましたそして広岡選手はサードフライワンアウト一塁になったところで宗選手のところで で西純也から島本投手にスイッチします、えー、センター前ヒットをね、えー、打ったんですが一塁走者の田島選手がね、えー、近本選手がフライを取るよみたいなこうフェイクをしたんですよでそれにつ、まあ、られて止まってしまって結果的にセンター前ヒットが、えー、セカンドで封殺これねまあ普段ランナーしてない田島選手には酷かもしれませんけど、えー、オリックスにとっては痛いプレーになったんじゃないかなと思います。そしてですねに 2アウト1塁になったんですが、えー、森選選手手のセカンドゴロを中野選手がエラーすするんですよね、えー、そのエラーしたボールが後ろにちょっとこう転がっていったというのを見て宗選手がセカンドベースからサードへ進むんですよ。 で森下選手が、ね、そのボールを素手で飛んにいったら空振りしてしまったというところでダブルエラーが出て一塁ランナーの宗選手がもう一気にホームまで帰ってしまって痛い2点目をタイガースは失いました。 はい、えー、この時点で七回の表、えー、終了時点でオリックス二点、タイガースゼロというところで、七、えー、回の裏なんですよね。取ってもらった後のイニングは、エンジンをかけるっていうところの田島投手。はさすがやったですね。三者凡退に抑えます。えー、もう完全にこの時、もう七回の裏の時点では、もうオリックスのもう完全なペースやったんですね。八、えー、回の表、えー。マウンドには。えー 前日ね、1球で見事な投球を見した岩佐投手が上がって三者凡退に抑えました。そして回の裏 えー、ポイントになりますねこの試合のポイントです、えー、田島投手が7回終了時点で、えー、83-94アン4三振と、えー、タイガース打線はなかなかこう打ちあぐねているという展開で、えー、中島監督は田島投手に変えた山崎総一郎投手に、えー、スイッチしたんですね、えー、オリックスにとってみればもう自分たちの系統自分たちの野球っていうところでの系統だったと思うんですねただタイガース側からすると打ち アグネてるピッチャーは早く変わってくれっていうのがねもう負けてるチームって、えー、そういうもんなんですけども変わってくれたっていうのは一つちょっとこう、えー、士気が上がるというか、えー、バッター陣の、えー、気持ちが楽になるっていう部分がねあったんじゃないかなと思います先頭の木並選手が悩んだとセカンドに入っていた足立選手の悪送球によって でノーアウト二塁になります代打糸原選手つまりながらもレフトへヒットノーアウト一塁三塁になりますでヒット打った井戸原選手にダイソー上田貝が出てきます八回の裏ノーアウト一塁三塁と同点のランナーが上田貝というところで近本選手が打席に入ってね先ほどチャンスで三振して悔しかったでしょう えー、見事にライトへタイムリーヒットということですねこの時点でオリックス2点タイガース1点というところで2対1、えー、オリックスリード、えー、なおもノーアウト一塁二塁中野選手が見事にバント成功緊張したやろなこのバント本当にねもう逆転のランナー同点のランナー逆転のランナーを進めるバントなんでね相当緊張したと思います見事なバントでしたさあここでワンアウト二三塁になって山崎投手に、えー、代わって宇田川投手が マウンドへ上がります、えー、第4戦でも宇田川投手の球はもう唸ってましたよね、えー、ここで打席には森下選手サードランナーが上高いセカンドランナーが近本っていう場面です、えー、宇田川投手がマウンドに上がりましたけど内野はもう全進守備です えー、そして森下選手の打席の時にもうバットに当たったらゴーっていうねギャンブルスタートをサードランナーの上田海がね、えー、してたんですよね。でツーストライクに追い込まれてからも、えー、ギャンブルスタートをしてたというところであのバッターの森下選手は強振して外野フライを打たなくてもなんとかバットに当てたら。 内野、えー、ゴロで1点を奪えるというシチュエーションに、えー、なってくれたっていうところが一つ、えー、バッターにとってね森下選手も冷静に、ね、バットに当てればなんとかなるっていう普段は、まあ、フルスイングが持ち味なんですけども軽打、えー、しにいったことによって、えー、見事に、えー、タイムリー、えー、それも三塁打というところで。 えー、見事なな逆転タイムリーになりましたそして、えー、この時点でね、えー、タイガース逆転、えー、3対2というところでもう1点欲しいよというところで大山選手が今度はね食らいついて、えー、フォークボールをセンターへ運びます、えー、見事なタイムリーでね、えー、4対2というところになってねここでもう押せ押せですよ。 宇田川投手に代わって安倍投手に変わったんですけどもノイジー選手フォアボールサトテルボンタイの後2ツーアウト一塁二塁で坂本選手がライトオーバーのタイムリー2点タイムリー3ベストと、えー、いうことで6対2という4点のリードを持って岩崎投手がマウンドに上がり見事に三者凡退に切りました。 ねえあのー、もう試合前半からも中盤7回までもう完全にオリックスペース特に田島投手にね打ちあぐねててこれ完封もあるかもしれないなっていうところで、まあ、ピッチャーの系投って本当に監督業で一番難しいっていうのはよく聞きますけども、えー、中島監督も悩んだんだと思いますけど結果ね、ね自分たちの野球っていうところにで系投したんだと思いますけどもタイガースにとっては、えー、よかった。 さ、系統になったんじゃないかなまぁ、あ、これもね本当に結果論になりますけど、えー、勝負のあやっていろいろあるなというのが、えー、印象に残った第5戦ですタイガースが勝ったことによってね3勝と、えー、日本一へ向けて大手がかかりました、えー、場所は第6戦に、えー、京セラドームに移します、えー、どういう戦いになるかわかりませんけども一つポイントとしたら、えー、第6戦は村上投手がマウンドに上がるでしょう ですが第7戦のピッチャーがまだ決まってないんじゃないかなっていうところがあるんでタイガースは第6戦でね、えー、勝負をつけに行きたいところだと思います、えー、土曜日第6戦、えー、タイガース勝つと38年ぶりの日本一というところで、えー、ますますまた応援の方にも力入ります、えー、第6戦ね、えー、私は ABC ラジオで解説しますので、えー、ぜひご視聴ください。 えー、関本健太郎のセカンドライフでした、えー、チャンネル登録どうぞよろしくお願いしますグッドボタン、いいねもよろしくお願いしますそれでは